Hu Tao is finally out. Okay, so the mysterious Wangsheng Parlor. Your adventure takes you to Wuwang Hill, where Paimon senses that something is amiss. ほら、怖い話とかによくあるだろう。薄暗い荒れ地にいきなり人影が現れるなんてこと。ん？うわー！助けてー！ Okay, so I really love this sentence right here. Yeah.And that Paimon face, though. Oira no chokkan ga koko ni iru yona yatsu wa futsuu no hito ja nai tte itteru! Moshi koe nanka kakerareta ni shitara, taberare chau kamoshirenai zo! Kimi tachi wa dare? I came from beyond the heavens. Soto no sekai? Nani wo itteru nda? Kowai koto yuwanai de kure!俺は葬儀のためにここに来ただけで悪いことをしてたわけじゃないんだ。どうかご勘弁を。見たところただの怯えた一般人だな。なんかオイラよりもビビってるぞ。そんなことないって。オイラってば見るからに親切そうだろ。そう怖がるなって。別に何かしようってわけじゃないから。俺に何を。おいおい、そんなビビるなよ。とにかく落ち着けって。落ち着け？それってつまりおとなしくしなかったらひどい目に遭わすってことか。来るな、俺は何もしてない。来るな来るな。おい、だから何もしないって。Yep, the butterfly flutters awayオイラ、何かまずいことでも言ったか？何か問題でも起きたら大変だ。とりあえず追いかけよう。どうしゅう、どうしゅう、幽霊が。いや、そんなにびっくりしなくて大丈夫だよ。彼らは幽霊じゃなくて普通のお客さんだから。そうだぞ、幽霊じゃないって言ってるだろ。なんで信じないんだよ。でもお客さんっていうのもなんか違うけど。ごめんね、彼はうちの新人のモ。初めて葬儀をやるもんだから少し神経質になってるみたい。葬儀。ああ、勝利が角形をやってるお嬢堂も確かそういうのを専門にしてたよな。あれ、勝利さんを知ってるんだ。じゃあ話が早いね。私はフータオ、お嬢堂の同主。主な役割は生と死に関わることをちょっとね。でも私はこの仕事を気に入ってるの。もし往生堂にしてほしいことがあったら何でも言って。 This story will be so good because we literally got Kaguya and Megumin in the oh my god man Mihoyo. そうだぞ。それに往生堂に頼みたいことがあったとしてもこんな偏僻なとこまで来ないだろう。まあ商売上のお客さんじゃなくてもこの世に生まれてきた時点でみんな私のお客さんだから。今はそうじゃなくてもいずれ必ずね。往生堂は予約サービスも受け付けてるよ。私たちはあなたにとって最良の選択。ただし予約時間は正確にね。じゃないといろいろ面倒だから。まだ決まりそうにないならそう言ってちょうだい。その気になった私がもし元気なあなたを見たら絶対にがっかりしちゃうから。ストップストップ。
そのどこから突っ込めばいいんだ悪いな、同志は少々癖のある人なんだ。代わりに俺が説明しよう。最近無謀の丘で心霊現象が起きたと聞いて、それを鎮めるためにここで葬儀を行っていたんだ。葬儀自体はうまくいった。同主が言うにはしばらくはもう何も起きないらしい。往生堂、無謀の丘、葬儀、この3つの単語が並べば自然とわかるでしょ。説明する必要はないと思うけど。 I like how the grass are actually just dancing in the background. それに用がないのに無謀の丘に来るなんて、あなたたちこそ普通じゃないと思うよ。普通に対する認識がすごいずれてないか冒険、ああ、見たところ冒険者協会の一員かな。お客さんはお客さんでも珍しい桃級の客人だったか。桃級？なんだそれ。お客さんの重要度を決める度合いだよ。こう、桃、竹、木の4つ。上に行けば行くほど親身に接する。I don't like where that is going, but I kind of like where this is going. そんなこと初めて聞きましたけど。だって今日決めたことだから別に驚くことないでしょ考えてもみて、冒険者は毎日険しい山々を越え、秘境を探索し、数々の戦闘をくぐり抜ける。危険でいっぱいでしょ。こういうお客さんには常に関心を持っておいた方が、そちらにとってもこちらにとってもいいことじゃない。え、まさかそんな風に思うなんてね。こういうところに来る冒険者はそんなの気にしないって思ってたのに。そうだ、一つお願いできるかな。最近冒険者協会と商談をしてるんだけど、あなたが往生堂の仲介役になってくれたら、いろいろと融通が効くと思うの。何か欲しいものとかある？もしくは手伝って欲しいこととか。あ、オイラたち人探しをしてるんだ。いろんな人に聞いたんだけど手がかりがなくて。 I'm pretty sure she doesn't know. I'm pretty sure she doesn't know. それなら私に任せて。あなたたちが聞けない人でも私なら聞けるからね。だから私と取引しておくとお得だよ。さあ行こう、友よ。リーユエコーに戻って商売の話をしに。いつから友になったんだよ。往生堂、聞けない人、もしかしてそれってこの世の人じゃないんじゃ。なんか変わったやつだな。あら、またあなた。そちらの商売には興味がないと言ったはずだけど。まあまあ、そうすぐ結論付けないでくださいよ。見てください、あなたたち冒険者協会の中には私のことを深く認めてくれている人もいるんですから前回そちらと話し合った後にもっとお得なプランを作ったんです。例えば往生堂は冒険者協会からの要請を優先的に処理するっていうのはどうでしょう。さらに最初のお客さんには特製の箱を100個おまけしてあげます。あとあと現場回収サービスもつけちゃいますよ。一部の危険な地域は追加料金を取りますけど、リーユエのほとんどの地域をカバーしてます。あ、安心してください、とーっても安いですから。Dude, she's an actual goddess of a seiyuu, man. Oh my god. その、私の考えを全く分かってないよね。分かってますって。お金の話でしょ。けど私たち往生堂が出してる条件は十分魅力的なものだと思いますよ。I honestly feel bad if there's some people that don't want to use Japanese as the VA for this specific story. I really do feel bad. ほら、外での冒険には危険がつきものじゃないですか。
雨が降り出す前に戸や窓の修繕を行うっていうでしょ。つまりそういうことです。そんなものを事前に準備しとくなんて聞いたことないけど、それに準備するっていうなら冒険を安全に進めるためのものを備えるべきだと思うけど、これ以上は時間の無駄みたいね。私もちょっと待ってください。じゃあもう一つサービスしちゃいます。利用客が一度に10人いたら3割引きってどうですか？ God damn it. I'm very sorry. どうしゅう、もうやめましょう。これ以上やるとまた戦艦軍が来ますよ。見たところ往生堂のサービスを売りつけてるみたいだな。はあ、一旦往生堂に帰るしかないか。こんなチャンスを棒に振るなんて、後になって困るのはあの人たちなのに。現実から目を背けてどうするんだろう。遅かれ早かれいずれやってくることなのにね。Fucking hell, man. I think I gotta lower the music for a bit. Because for some reason, and in some parts, because I guess it's her style anyway. You know, whenever she goes into like that hyperspeed. Nah, not hyperspeed, but just like talks really fast. Her voice, you know, goes really like low. As in like, you know, her volume goes low. And, I know it's for like, you know, comedic purposes and stuff like that, and it's her style again, so it's sort of annoying that, yeah, it gets that low. こうなったらいつもの手段を使うしかないか。まあ、あなたに任せてた広告はできた？あ、すみません、まだ半分しかできてないです。でもこんなおかしな宣伝のやり方本当に役に立ちます？絶対に効果があるから安心して。これは往生堂に代々伝わる方法なんだから。まず必要としているお客さんが往生堂の門前に置かれた何も書かれていない木札を手に取り、そこに依頼内容を書いた後門の隙間から島内へと入れる。その内容を見た私が不法だろうと仮装だろうと葬儀だろうとお客さんの要望通り満足させる。まあ面倒な方法ではあるよ。あっちこっち走り回ることにもなるし。けど一度にまとめて焼ければ。そうじゃありません、同州。俺が言ってるのは木札の役割じゃなくて、その木札に広告らしき文言が一切ないことです。いい？商売っていうのは時代に沿って変えていくものなの。往生堂だってそう。もし客層を広げずに過ごしてたらどんどん顧客を減らすことになっちゃう。業務先を開拓していくのもとても大事な仕事よ。私が同志になってからは往生堂のためにいろいろな方法を試してきたんだから。過去には他のお店と同じようにチラシを貼ったこともあるけど、戦艦軍にきれいさっぱり剥がされちゃってね。 I don't know why, but I kind of see Amber from this angle. DC 一日体験を開催しても誰も来なかったし。当たり前だろう。 Wait, was that cut off? Was that cut off? 最後の最後でやっぱり代々伝わる方法が一番いいって気づいたの。これこそが歴代同士の知恵ってやつだね。今はいろんなところに話を持ちかけて提携先を探してる途中ってわけ。さっきの冒険者協会のようにね。つまり業務開拓を行ってるの。別の方法がいいなら木札に一個買ったらもう一個おまけって言葉を書くとかどう？何を買うんだ？それはもちろん丈夫なもう一つの家だよ。 OK。 すぐに使う予定がなくても大丈夫。往生堂の品物は質に自信があるからね。まず先に壊れるなんてことはない。はい。さあもう引き続き広告の準備をしてちょうだい。私たちの今後の商売に関わってくるんだから。
けどやっぱり俺。あ、わかった。割引が足りないと思ってるんでしょう。そうでしょう。そうじゃなくて、確かに冒険者協会は新規のお客さんだから多めに割引したけど。うん、昔からのお客さんにも同じように誠意を見せないとね。うんうん、少し考えてくる。新入りさん、ちょっと待ってて、すぐ終わるから。ちょ、新入り？おいらたちは新入りじゃないぞ。仕方ない、この辺りを散歩でもしながら彼女を待つか。それだと熱意と誠意に欠けるんじゃないの？ただ淡々とサービスを提供するだけだったらお客さん側にメリットは生まれないでしょ。葬儀なんですし、そういう考え方はちょっと違うんじゃ。そこが問題なの。そのメリットをお客さんに与えてあげなきゃ常連客はできないじゃない。常連客。I think she forgets that she's actually dealing with dead people and like funerals and stuff. Board used for hanging Wangsheng funeral parlor's wooden tiles. Okay. Hello. あなたたちは同志の紹介で来た新入りですか？ No.いやいや、オイラたちはただ王城堂と風太郎に興味があるだけで新入りなんかじゃないぞ。パイモン actually said 風太郎、風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 、not 風。I like that. I like the way she said that. That's really cool. なるほど。それならあまり興味を持たれない方がいいですよ。何を知り、何を知るべきでないのか。同種には同種なりの節度があります。あいつに節度なんかあるのか。Okay, well, last thing, I guess. そろそろいい時間だ。フータを探しに行こうぜ。Why did she say find?うん、決めた。こう書いてちょうだい。 So did you guys listen to that? It actually went lower, like the volume suddenly goes lower. 王城堂、期間限定割引。1個買ったらおまけが1個、2個買ったらおまけが3個。どんどん増えるよ。以前の薄暗い広告と比べたら大違い。これならきっといける。どうしゅ、葬儀ってそもそも薄暗いものじゃないですか。それじゃあ目立たないからダメ。どうして王城堂に目立つ必要が。まあいいか、これで。抵抗することを諦めたみたいだな。よし、私たちも出発しよう。新しい商売のために。私たちって、オイラたちも入ってないよな。他に誰がいるのよ。周りに変な人でも見えてるの？まあいたとしてもあなたたちには見えないか。最後の一言はなんだよ、脅かすなよ。ごめんね、冗談だよ。あなたたちが見えないものはここにはいない。少なくとも今は。Yo, these two are the perfect combo, man. The perfect combo. そう固く考えないで。私からすればみんな死を恐ろしく考えすぎなんだよ。人は痛みや後悔、死による別れを恐れている。その心の傷を埋めるために人は死に対する幻想を想像した。そう、例えば幽霊とかね。確たる証拠もないのに今では大っぴらに話すような話題ではなくなっている。もし私まで忌避するようになったら
それこそ往生堂の終わりよ。お、どんなやつだった？想像よりも友好的で話が通じたでしょ。そうでもなかったよな。結果的にはオイラたちに怪我はなかったけど。じゃああなたたちが遭遇したのは相当厄介なやつね。ただの幽霊に人を傷つける力はないもの。往生堂の仕事は生と死の境界を維持すること。これには一般人が抱く死や幽霊に対する認識を正すことも含まれてるの。簡単に言えば境界が見えない人たちをそれらから遠ざけてあげることね。つまり一般人にとって一番いいことは幽霊を信じることも知ることもなく過ごしてもらうことなの。だったら怖い冗談で人を驚かすなよ。そんなに怖かった？ただ単に冗談で片付くものばかりだってことをみんなに早く理解してもらいたかっただけなんだけど。そんなに真面目に聞いてくれるなんて思わなかったよ。でも大丈夫、私についてくればおのずとわかるはずだから。さあこっちだよ、そろそろ出発しよう。どうしゅう、ロー兄貴のことをくれぐれも頼みます。ビッグ G。 ロー兄貴、誰だそれ。リーウェイに来てもう結構経つけどそんな名前のやつ聞いたことないぞ。なんでもないよ、以前モーに頼まれてたことすぐに解決するから気にしないで。オイラたちどこに向かってるんだ？重要な潜在顧客のところだよ、ついてきて。 Honestly, man. Oh my god. Dude, honestly, right? Her voice is genuine fan service. It's, dude, oh my god, man. It's so good. She's so good. What the hell? 君たちは？こんにちは。私は往生堂の道主、フータオ。See, when I said, you know, when I said that Paimon, the way Paimon said Hutao, it was a bit more of an F than H. I like that way. And like just now, the way Hutao said her name was with an H, more with an H than an F. If you know Japanese, you'll get what I'm trying to say. 往生堂の人がなんで僕のところに？いえ、大した理由じゃありません。最近体の調子や具合が悪いなんてことはないですか？What is she trying to say? もし具合が悪かったらそれは一大事、病の予兆かもしれません。人は健康でいる時ほど命がどれだけ脆いものなのか想像がつかないんですよ。だから予兆があったとしてもあまり重要視しません。何を言ってるのかさっぱりだよ。僕は健康だし幸せだ、何も不自由はない。もういいだろ、帰ってくれ。あれ、どうして怒ってるんだろう。私はただ健康の重要性を話しただけなのに。でも往生堂の道主がそれを解くのはちょっとおかしいだろう。Those were tips. I thought she was actually implying that he's gonna die and she knows. What the hell? 君たちは誰だい？今忙しいから手短に話してくれ。こんにちは。往生堂に何か依頼はありませんか？ Oh my god. 往生堂？別に必要ないかな。まさか押し売りに来たのかい？随分と考えなしなやり方だね。そうです。一つ一つのサービスを一人一人の元までっていうのが今の流行りだと思ってましたが。Oh my god. いや、サービスが特殊な場合あまり良くないんじゃないか。まあとりあえず他を当たってくれ。また失敗か。はあ、まあいっか。
これで成功したことあるのか？You know those? Do you guys know those? Like, well, the only thing that pops up in my mind is the Haikyuu radio or something. I'll put it on screen right now. I'm wondering if Mihoyo will ever do that for Genshin. I mean, they've actually done it for Honkai as well. Cause I'll put it on screen again for Honkai. This is like Honkai. It's not really per se similar to the Haikyuu radio, but something like that. You know, something like that would really, really be good for the game. Like, you know, for marketing wise as well. Because, man, they have stacked, like, it is stacked. The Seiyuu cast is so stacked, right? And if they actually do that as well, oh my god. Anata.王城堂の同志よね。悪いけど他を当たってくれる？まあまあ、少し話を聞いてください。最近新しい割引サービスを開始したんです。ほら、古いものを捨てないと新しいものは使えないって言うじゃありませんか。終わりというのは新しい旅の始まりでもあって。これ以上しつこいと戦艦軍を呼ぶわよ。わかりました、わかりました。落ち着いてください。でも、お嬢堂はいつでもあなたをウェルカムですから。で、シート。Oh my. Oh my god, まだ諦めないのかよ。Tough crowd. あれ？私を慰めてくれてる？ありがとう。やっぱりあなたたちが一番私のことを理解してくれてるのね。I wonder if Paimon will disagree or not. いや、ただこれ以上付き合いたくないだけなんだけど。What is about this answer though? 業務開拓？ん？業務開拓？もしかして私が業務開拓のために回ってたと思ってる？違うのか？じゃあ単に迷惑をかけて回ってただけか？違う違う。業務開拓は冒険者協会との商談でもう終わってるの。ここに来たのはムーのための人探し。さっき言ったアロー兄貴覚えてる？実はね、ムーが探してるロー兄貴はこの世をさまよう人の魂なの。さっき会った3人はロー兄貴が取り付くかもしれない標的でも、会った感じ霊の気配は感じられなかった。だから適当に話をして早々に切り上げたってわけ。I wonder what business development looks like. なんでもっと早く言ってくれなかったんだよ。おいらはてっきりお前がその健康かそうじゃないかを見ただけで判断できる超能力者かと思ったぞ。Exactly. ん？そんな能力私には必要ないって。医者じゃあるまいし。ああ、確かに。まさか王城堂が病気で苦しむ人をわざわざ助けるとでも思ってたの？ Or...No, actually, the other way around. 遠回しにひどいこと言ってるぞ。まあ、遠回しに言ってる気なんてお前にはさらさらないんだろうけど。まあまあ、とりあえず王城堂に戻ってから詳しい話をしてあげる。ロー兄貴のことはもうと深く関係してくるからね。Oh my god. She's so talented, it's actually crazy, man. もう帰ったよ。残念だけど、ロー兄貴は見つからなかった。そうですか。困りましたね。探せるところはもう探したはずなのに。ロー兄貴って一体誰なんだ？
そうだな、一から説明しよう。俺の実家は無謀の丘の近くにあってな、小さい頃から仲の良い幼馴染が数人いたんだ。その中の一人がロウ兄貴、特に俺と仲が良くていつも遊んでいたけど、そのことがずっと忘れられなくてな、今も時々俺は無謀の丘に足を運ぶんだ。 That pause was so long. だがこの前、無謀の丘から戻ってくると体に違和感を感じたんだ。そして毎晩夢の中にロウ兄貴が現れるようになった。それで思ったんだ、もしかしたら本当にロウ兄貴が何かをしているんじゃないかって。ただの予想だし証拠はないが、どうにも落ち着かない。考えれば考えるほど不安が募る。幼なじみの友達がもし悪鬼にでもなっていたら、そんなのどう受け止めればいいんだ。彼はそれが原因で往生堂に入ったの。だからこのことに関しては給料も受け取ってない。でも魔王の心配が的中する可能性はあるの。だって鬼の霊が現世をさまようことは時々あるからね。でも悪鬼は言い過ぎかな、私ですらめったに悪鬼なんて見ないもの。けどロウ兄貴の危険性を否定する材料にはなりません。あいつが誰かを傷つける姿を俺は見たくないんです。まあこんな感じ。ロウ兄貴が見つかるまでもうは仕事に身が入らないの。さっき私たちが訪ねたあの人たちもその数人いるモーの幼馴染でね、ロウ兄貴がその中に潜んでるんじゃないかって睨んでたんだけど、ハズレだったみたい。無謀の丘を探し、あいつらのところも探した。これで手がかりが全て途絶えた。ごめんください、往生堂の方ですか？僕は落星と言います。最近具合が悪くて何かにまとわりつかれてる気がするんです。先日友達と無謀の丘で肝試しを行ったんですが、帰った後に倒れてしまって、それから毎晩悪夢を見るように。医者に診てもらいましたが原因は何も分からずじまいでして。 I thought the parlor or like the funeral like them pretty much only deal with like, you know, like dead people and like just, you know, justTrying to help with the ceremonies and stuff, like the funerals. Why are people like him coming to here and asking for help like that? Is it because of Uto? Probably. Boku, kitto noroareta desu, majin ni! Ah, so desu ne. Atari, majin ni noroarete masu. Sore mo yabai kurai ni. Anata mo shitte masu yo ne. Majin sensou de shinda伝説の魔人がこの世に苦痛をもたらす呪いをかけたっていう。 No, not that far, but close. この呪いを解かないと小僧ロップが弾け飛んで凄惨な死を遂げるとかなんとか。伝説にあった呪いの症状と今の僕は同じなんです。無謀の丘、呪い、いやこれは呪いじゃなく多分ロウ兄貴が。はあ、待った待った、二人とも静かに、勝手に喋らないで。お前にだけは言われたくない。それな、お嬢堂はこういった鬼とか魔人のことに詳しいんですよね。助けてください、私にたくありません。 I can already see her smug face from this angle. いいですよ、問題ありません、私に任せてください。でも呪いを解くにはそれに適した場が必要です。準備しないといけません。新入り、あなたの手が必要だから私と一緒に来て。俺も一緒に。あなたはまず彼に噴光駆除を行ってあげて、前に教えたはずだよ。準備ができたら私のとこに来て、これが終わったらまたロウ兄貴のことについて話そう。わかりました。じゃあ私たちは行きましょう。That smug face is literally the best thing in Genshin.